近所の人が植えてる。なんかやっぱり自分がこうしたくなってほしいっていうのはそうなるな。それがそうなりつつある。すごい大事でした。そういう文化的な、一番最後にたどり着くのが文化。大体やっぱり一番最後に文化にたどり着く。もちろん途中最初から文化に発展したものが金銭とかいろんな欲を満たす前にそこに自分の親もそうだけど、ある程度そういうやっぱりそのなんかマズローの5段階欲求満たされて、その上のヒエラルキーのところにその文化があるから、そこの段階がまず満たされてないとそこに行けないんだよ。だから若くしてそこに達してる人っていうのはまず前提としてその豊か、その家が金持ちだったりとか、そういう条件があってそういう20前後で そこに達してる可能性が高い。うちの母親もやっぱそう話聞いてると、まあ、そういう感じなんかなって。確かに実家が豊かであっても、まあ、一応その選択肢としてその それを選択する可能性が高いけど、全員が全員そうじゃないと。例えばその実家が例えば金持っててもある人で同じ条件で文化に行かない人もいるし、金稼ごうっていう人もいるし、ただもうそこの欲求が満たされていると別にその金稼ぐ必要ないから、そうするとそこの選択肢はかなり選択肢がない、なくなる、かなり、ね、ではこれ、ワンチャン雨降りそうな感じですと。どうしようか。
と駅でも行ってみっかな。さっき謎の400円があったから11時から700円はなくなって、スマホ方にちょっと飛ばされてほしいじゃん。鶴ヶ島の社会、車社会社会車社会で高齢化っていうこのダブルパンチ。ダブルパンチってやばいよ。そこの そこダブル、ダブル、別にでもそれ以外にさ、自転車を売ったり歩いたりするのがいいとは思わない。高齢化だね。で、問題は高齢が流動しないと、要するに第一に人を流動的にしやすい仕組みを取るっていうのがやっぱり何よりも大事だと思う。
ら高いサービスとかがたくさんあるから、さらにその人が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 